ファンタジスタ宇治だね、始めるよむむむ、下月殿は転職してくれませぬか。お帰りくだされ。かたじけない。安藤よ、ついに直接対決の時が来たな。やったるでー。どやこの力、お見せします。むむむ、森だらけで車がかりが使えぬか。両方とも陣がないし、今回は本陣切り込みを採用するぞ。よっしゃー、やったるでー。策のある者がいるとのこと。あの陣形は相当の勇か、神出鬼没か、どちらでしょうねー。秀浦さん、人、探ってきてくれぬか。これが、我が策にございます。その首、我が策がもらい受けよう。じゃ、残りは堂々と前進じゃ。覚悟はいいですか。続いてください。敵の居所掴んだとのこと。見えているぞ。赤くないパンチ。今ぞ、放て。22パワー。信忠さん、後でネギ部屋で釈明を聞くとしましょう。あわわわわ、急にボールが来たので。おい、それってよ。松岡さん、後ろに走り去ったも画面の足を止めるのじゃ。一撃で沈めてやろう。敵の居所掴んだとのこと。攻めよ。油断しましたね。さすが我が妻。はあ、はあ、攻めるぞ。エマ注意は猫真似をしながら守りを固めてくだされ。やっはっは、勝てるとでも思ったか。我が武、思い知るがよい。我らが意地、見せてくれようぞ。叩き潰せ。まさか破れるとは。よっしゃ、もがみんを殲滅したな。放て。向かったか。やられたー。信沖さん、今川不代の牙突撃を見せてやるのじゃ。突き崩せ。秀浦さんは義姫のお尻に牙突撃するのよ。我が策にございます。このままでは。いかんな。策のある者がいるとのこと。大熊さん、この辺に突撃するのじゃ。手加減できるほど器用じゃないんでな。松岡さん、ドラミングのお時間ですぞ。我らの勝ち、揺るがぬぞ。天野さんは義姫の奇声を添いで、心をぽっきり折ってやるのじゃ。信沖さんは引き続き牙突撃するのよ。突き崩せ。練り上げし我が武、とくと見よ。一度引くぞ。一旦引きます。よっしゃ、敵の居所を掴んだとのこと。おお、いったれ、かましたれ。始めるぞ。油断したか。一度引くぞ。よし、壊滅させたな。これは負けのようですね。そのまま快楽落ちしてくれていいのよ。はあ、はあ、仕方ねえ、一旦引くか。力負けするとはな。よっしゃよっしゃ、この手も壊滅か。かかれ。
よっしゃー、我らの勝利じゃー。攻め込め。この武功は皆のものです。王道を行く勝利じゃな。どやうむ、なんか親近感が湧く能力じゃな。どこかの上司を任せるぞよ。さすとも。うむ。さて、暗闘を片付けたら、次はノップだな。三日月の丸くなるまでなんぞよ。藤金よ、月に代わってお仕置きよ。は？ウージーマサ君、いつもありがとなす。お、テルーもありがとなす。なんで本願寺さんじゃないの？やあやあ、八郎方をめでながらの姉上の汁かけご飯は格別ですな。うむ、うまいうまい。ガハハハハ、うまいうまい。うふ、もっと召し上がれ。やれよやれよ。支援物資も、かゆ、うま。敵が我が領内に向かっております。ぐぬぬぬ、とにかく手が空いてるババミノに迎撃させましょう。行くぞ。集結前に襲撃できれば勝機はあるんじゃなかろうか。出陣するぞ。ウージーマサ君、今回は8つのお城を貸してくだされ。おお、たった2500円でいいの？本当にありがとなす。フルムーン南部に殴ったら殴り返されるの法則をねっとりと教えてやるのじゃ。安田さんに北条の援軍の取りまとめをお願いいたしますぞ。北条のスター軍団約1万1000を率いて寺池城に出陣じゃ。出陣する。え、テルー、ノップとやらないの？この程度とは未熟なり。おう、光力じいじ、お見事です。光力じいじにはそのまま南部領になだれ込んでもらいましょう。行くとしましょう。我に続け。おう、私に任せよ。行く行く行く、行きすぎー。なんじゃ、直江さんもか。じゃあ報告いたします。先月の収支です。うむ。表情を行いましょう。策のある方はおられますか？おう、光力じいじがシャイニーしておるぞ。素晴らしい。同じ考えです。金粒くんや直政くんのポイントも素晴らしいな。素晴らしき策です。よし、これでいきましょう。表情を終わります。この策はいかがでしょうか？おう、ついに我が国にも導入できる日が来たか。かような策はいかがでしょうか？ふむふむ、ネギの効果は絶大ですな。足立くんの方策をセットしましょう。秘宝もセットしちゃうぞ。鉱山徴収もセットしちゃいましょう。ぐぬぬぬ、
今は来てほしくないのう。大館証券に進出進出。は特古証券にも進出進出。は甘く見ていたようですね。とやアントーさん、グッドゲーム。じゃあ皆様、雪がめったに降らない駿府館においでませー。始めます。フルムーン南部を討伐するために、私たちはこのまま北上しちゃいましょう。続いてください。ちょっと、これは厳しいか？しかしババミノなら、不死身のババミノならやってくれる。高坂談笑さんはまだ病が癒えていないようじゃな。後方に下がっててくだされ。おお、戦場のおかげで戦力差は2倍ほどか。敵にも陣がない遭遇戦か。本陣切り込みでフルムーン南部の意表をついてやるのじゃ。行くぞー。策のある者がいるようです。敵総大将を狙っていきましょう。我に続け。敵の居所知れました。あ、敵も本陣切り込みか。始めるぞ。赤備えパーアンチ、ホンダムアジ突き崩せ。おお、230人減っておるな。さすがホンダムさん。ホンダムさん、全力で暴れてくだされ。トンボ切りよ。全てをうがち、なぎ払え。突っ込んできたに部隊を包囲して、戦況ポイントを稼ぎましょう。敵の居所、知れました。おお、柴田さん、お見事です。横槍を入れよ。よっしゃ、総大将を見つけたか。行け、三十郎。さあ、行こうぜ。覚悟してもらおう。策のある者がいるようです。直政君はモノホンの赤備えパンチを見せてやるのじゃ。赤備えよ、いいが誇りを見せつけよ。高坂談笑さんはケマナイタイを魚でするのよ。我らの勝ち、揺るがぬぞ。手加減できるほど器用じゃないんでな。今は引くぞ。よっしゃ、ケマナイタイを解放させたな。油断しました。このままでは。一旦引くぞ。よっしゃあ、北隊も回想じゃ。柴田さんは牙突撃するのじゃ。突き崩せ。足田さんも突撃するのよ。息のね、止めてくれよ。和田さんは守りを固めるのじゃ。時には大胆に攻め込まねばな。敵の居所知れました。我が部、思い知るがよい。やられた。かかれ。今は引くぞ。よっしゃ、また解放したな。これほどとは。策のある者がいるよう。土屋さん、ケマナイタイにとどめを刺すのじゃ。悪いが、その首もらっていくぜ。南部軍のすべてが動き出す前に、何としても勝負を決めるのよ。我が部、思い知るがよい。ここは守れ。
よっしゃー、押し切ったぞー。やりたい、お願いします。死力を尽くした甲斐があったな。さすがババミノ、やったぜ。おこんなに転職してきてくれるのか。皆様は東北の城主に任命いたしますぞ。楽しみにしててくだされ。かたじけない。うむ、よいぞよいぞ。よかった。元地位の方に行ったか。だから、なんで私に声をかけてくるんだよ。帰れ帰れ。この今川氏真、これより宇宙短大を名乗る。とやあ。うむ、よいぞよいぞ。むしろいただくとしよう。おお、剛力じいじ、お見事です。参るぞ。じゃあ、剛力じいじは一番近い三戸城攻略に向かってくだされ。頼みますぞ。出陣する。むむむ、もう南部軍の救援部隊が到着したのか。城からも出てくるであろうから、直接指揮を取るぞ。ババミノ、頼みますぞ。敵の方が一部隊少ないものの、ほぼ互角か。しかし、陣がこちらにある分、優勢じゃな。信頼と実績のおとり挑発戦法で粉砕してくれようぞ。皆さん、右陣に急ぐのよう。我に続け。柴田さん、楽勝っぽいし、早がけいっちゃう？突き崩せ！敵の居所、知れました。赤備えパーアンチ。攻めよ！ 83 パワーですか。素晴らしい。やりたい。前へ。初っ端の戦果としては十分ですぞ。一旦お下がりくだされ。覚悟せよ。敵の居所知れました。やられた。かかれ。一旦引くぞ。うむ、回走したか。こちら側に北三部隊を壊滅させることで、勝利を引き寄せることにいたしましょう。モノドモ、かかれー。覚悟してもらおう。やりたい、前へ。柴田さんは突撃じゃー。突き崩せー。山村さんは吸収するのよー。我が覚悟、お見せしよう。安藤さんは前圧隊が逃げ出さぬように足止めしてくだされ。格の差、思い知るがよい。高坂談笑さんは牙突撃で敵を昇天させるのじゃ。突き崩せ。友信さんも牙突撃よう。突き崩せ。時には大胆に。
攻め込まねばな。今ぞ攻め込め。一旦引くぞ。よっしゃ、マスター隊を殲滅したな。これほどとは。今は引こう。よっしゃ、マイアス隊が解放したぞ。策のある者がいるようです。密集しすぎですな。鉄砲隊のお二人は左から来るであろう南部軍に備えてくだされ。皆さんどうかお気をつけて。ババミノ、久しぶりに不死身のゆえんを聞かせてくだされ。わしが何故不死身か、お主に教えてやろう。和田さん、そこでカッチカチになってくだされ。これにて幕とさせていただこう。本ダムさんはとどめの牙突撃を見せてやるのじゃ。突き崩せ。三十郎、意味あるかわからんけど、そこまで言うなら早がけするがよい。ひるむな、突っ込め。高坂談笑さんは蜂の下体を魚でするのよ。我が覚悟、お見せしよう。浅はかな。うむ、蜂の下体が解凍したな。よっしゃー、敵は総崩れじゃー。放て。我らを甘く見たようだな。さすがババミノ、圧勝ですな。転職に応じてくれませんか。まあ、いいでしょう。かたじけない。包囲しましょう。采配次第か。よっしゃー、やったるでー。安田さん、ウージーマサ君のエスコートを頼みますぞ。うむ、三雲さんが言うように今川五式備えを採用しましょう。兵数では負けておるが、部隊数は勝っておるぞ。なんとかなるかな。陣がない遭遇戦なのはありがたいですな。行くぞー。戦場を分断しているのは八重側かな。今回は右側で戦いましょう。行くとしようか。敵の居所知れましたね。逃すものか。おう、もう来たか。敵の作戦は神出鬼没かな。急いで川を渡るのじゃー。放て。売られた喧嘩だ、買ってやるぜ。うほ、いい男。平田さん、そこでカッチカチになってくだされ。こちらが一枚上手のようですね。敵の居所知れましたか。コーチ。おう、佐竹さん、お見事です。容赦せぬぞ。一旦引くぞ。よっしゃ、柿崎パパを解放させたな。敵を制すは我が軍略よ。策のある者がいるようです。綱重さん、牙突撃するのじゃー。引き崩せ。
アシナさんは柿崎パパを吸収するのよ。時には大胆に攻め込まねばな。売られた剣から買ってやるぜ。矢を放て。やりたい、前へ。策のある者がいるようです。二階堂さんは柿崎パパが逃げ出さぬように足止めするのじゃ。我が覚悟お見せしよう。安田さん、川を渡ってくるかも。狙い撃ちじゃ。この策で敵を欺かん。このままでは。策のある者がいるようです。綱重さんは柿崎パパを川に追い落とすのじゃ。引き崩せ。二階堂さんは引き続き足止めをお願いしますぞ。我が覚悟お見せしよう。柳田さんは吸収じゃ。我らの勝ち揺るがぬぞ。息の根止めてくれよ。おっと、ここで赤備えパンチですか。放て。敵を制すは我が軍略よ。放て。綱重さん、引き続き川に追い落とすのじゃ。引き崩せ。ドッグブリーダー2機も吸収で追い落とすのよ。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。柳田さんも吸収じゃ。我らの勝ち、揺るがぬぞ。今は引く。よっしゃ、ユージーマサ君が桜場を改装させたな。放て。今は引く。よっしゃ、また改装したぞ。綱重さん、ブンブン行きましょう。引き崩せ。柳田さんもイケイケ。我が覚悟お見せしよう。芦名さんも行っちゃえ行っちゃえ。時には大胆に攻め込まねばな。敵を制すは我が軍略よ。放て。謝ったか。よっしゃ、柿崎パパ隊を壊滅させたな。まだ勝てぬか。さすがに次のターンには終わるじゃろうか。敵の居所知れました。よっしゃ、圧勝じゃ。今だ、放て。弱者に死を。それが戦場よ。安田さん、虐殺しすぎー。報告いたします。先月の収支です。うむ、と言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。